お、来た来た。ああ、久しぶりだな、ナルト。イルカ先生。うん、めえ、やっぱラーメンはおっちゃんとこに限るってばよ。ふん、嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。イルカ先生もラーメンサンキューね。今日は帰郷祝いだ。どんどん食べていいぞ。幸せだってばよ。しかしこれからが大変だな、お前は。え、なんで？ん？聞いてないのか？お前の同期で中忍になってないのはお前だけって話は。ああ、なんだ、本当に聞いてなかったのか。俺はてっきり次の試験にお前が出るものだと。そうだ、あいつはガーラはどうなったんだってばよ。ガーラ？うん、あの子はちょっと特別だ。特別？特別ってどういうことだよ。実はな、あの子は砂隠れの風影になったんだ。風影。風影？あのガーラが？それって本当かよ。ああ、火影を目指してるお前としては先を越されてショックかもしれないが。そっか、そっか、やっぱガーラはすげえってばよ。ナルト？あいつは頑張って頑張ってすげえ努力して、そしてみんなに認められて風かけになったんだ。よーし、俺も負けてらんねえってばよ。